ら名コーチになれるんだろうね。里崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ今日はですね、はい、名コーチになるためにはっていう、でも名コーチって言われる人たちいっぱいいるじゃん。はい。高間さんが思う名コーチは。佐藤義さんとか。そうだね、うん。楽天とかだとね。はい。あとは吉井さんとかね。うん、そうですね。よく、ね、よく言われてるのが、ね、あとはヤクルトだと杉村さんとかね。うんうんうん、っていうところで、はい、名コーチとかって言うじゃん。はい。でも名コーチにはどうやったらなれるのかっていう話ですよ。うん、まあ一つ思い浮かんでなりますよ。なんすか。コーチやってる時に、まあ、育てたって言われる選手が超一流選手になる。まあでも結局は誰かが一流になってくれないと名コーチって言われないじゃん。そうですよね、うんうん、でもまあそれは半分正解なんだけど、名コーチになるための一番の条件は、はい、運です。それ条件ですかそれ。本当自分がいる時にスーパースターになれる確率のある選手がチームにいるかどうかなのよ。そうですね。しかもよ、2、3年の間にね、それ長く雇ってくれればいいよ。でも長く雇ってくれる保証ないじゃん。っていうことは2、3年の間に優秀な人が来てくれないと名コーチってなかなか言われない。結局さっき袴田さんが言ったように誰かが一流になってくれたおかげでコーチが立つじゃんね。だからよ、ビッグネームか超スーパースターが入ってきてくれないと、はい、なかなかきついね。そうですね。スーパースターの原石がいないと、うん、名コーチにはなれないですね。なれないんだよ、うん、しかもよ、どれだけ数を来るかが勝負だから、はい、100発110だったらいいけど、うん、なかなか100発110難しいじゃん、うん、だからバッテリーコーチとか、はい、まあ難しいと思うよ。そんなだってキャッチャー取らないからね、うん、っていうことはいる選手の中から誰かを育てなきゃいけない時に、うん、はい、そのいる選手たちがどこまでの原石なのかっていうのもね。そうですね、うんうん、でもちろんその原石をご自身が伸ばせるか伸ばせないかももちろんその手腕っていうのも、ね、 もちろんあるし、うん、この動画ではいつも言ってるけど、はい、もう昨今 SNS でつながってどこからかしこからも勝手に情報を取ってくるから、うん、はい、まあ難しいと思うよ。まあそうですね、うん、でその時に自分の理論とか自分が育ててみたいな感じでいくにも、うん、やっぱりそれ相応の能力がいるから、うん、しかもね、長年見てると大体思うのが、はい、1位2位の期待値高い選手を取ってきた中 で特に高校生を育てたかどうかだけで、うん、名コーチになれるかどうかが決まります。あ、そうですね。基本ね、うん、大卒とか社会人ね育てて名コーチってなかなか言われないね。確かに。なんか素材が良かったぐらい言われちゃう。言えば佐々木朗希投手を一軍の子に育てたとか、マー君とか山田哲人とか、はい、村上とか、うん、だって楽天でもね、佐藤義さんが、はい、マー君って言うけど、はい、則本佐藤義さんって言わないじゃん。そうですね、うん、やっぱ高卒ですね、うんうん、大卒をあんまり育てた育てなかったって言わないです、ね、そんな言われないのよ、うん、結構なんか素材良かったぐらい言われるけど、はい、高卒ってやっぱり日本人はさ高校野球大好きじゃん、はい、だから高校野球からの知名度とともに入ってきて、うん、高校生だけに育てるっていう言葉がつくのかなっていう、うん、だってよ、まあこんな言い方したらあれだけど、はい、じゃあ斉藤優ちゃん、はい、ダルビッシュとか同時期に吉井さんの元でいたけども、はい、吉井さんが育てられなかったって言わないじゃん。だからやっぱ大卒とかは育てられなかったって言わないのかな。素材、自分の実力だけの問題感がありますね。もしくはそいつの問題って言われちゃうのかな、うん、そんな気しますね。ね、社会人とか、はい、で高卒だけがどれぐらいの逸材を1位2位の高校生取ってきてその選手を育てられるかだけだね、うん、そうですね。それで名コーチかどうかが決まっちゃうね。はい、いや本当高校生の原石をどれだけ磨けるかっていう、うん、だ今年とかだと、うん、じゃ日本ハム立つとかね、うん、DeNA 小園、はい、ロッテ松川、はい、阪神森木、はい、ソフトバンクの風間君とか、楽天も吉野選手ですね。あ、そうだね。で、うん、去年とかだったら中日の高橋とか、はい、そういったところの高校生をどこまで育てられるかだね、うんうん、でもよ、宮城とかめっちゃ良かったけど、はい、オリックスのコーチあんまり出てこないね、うん、そうですね、うんうん、それは東京だからなのかな。大阪とか出てんのかな。出てないです。出てない。名コーチはメジャー行かないと名コーチじゃないのかな。山本由伸投手も誰とか、でもコーチのこと言わなくない。だってなんかじゃあハムとこれ、あ、名コーチ何なんだろうね。だってハムとかはよ、じゃあダルビッシュ大谷で吉井さんみたいな、はい、じゃあ佐藤義さんはじゃあマークみたいな、ね、でもよ、名コーチって言われても、はい、全員育てられないね。その中でダメだった人もいっぱいいるね、うん、でも名コーチって言われるじゃんね、はい、でも山本名コーチ言われてないんだ。言われてないです。誰ですかね。それはもうそこどうなんだろう。そのハードル何なんだろう。そうです、分かんないですね。よくよく考えて話せば話すほどどうなったら名コーチになれるんだろう。
一つの答えとしては、運ね、うん。で、高校生ね。高校生ですね。よくよく、だって、大卒でさ、言わないじゃん。言わないですね。そしたら、山本宮城でオリックスのコーチも、名コーチって言われてもいいのにね。立て続けに若いピッチャーが出てきてね。で、しかも、山崎総一郎とかも、来てるわけでしょ、うん。はい。なのに、オリックスのピッチングコーチの人、名コーチって言われないの。そうですね。それもきついよ。そうですね、言われてもいいよね。この立て付けのカテゴリーからすると、うん、言われてもいいよ。ちょっと名前が出てきてもいいかもしれないですね。ね、うん、山本由伸を育てたとかね。とか言われないね。山本由伸を育てたコーチって調べてみて。山本由伸を育てたコーチ。ちょっと検索お願いします。検索してみて。出た。出てこないです。出てこない。だからどうなったら名コーチの称号がなるんだろう。だってジャイアンツだって高卒で言えばさ、岡本がさ、うん、今タイトルホルダーになってるけどさ、ね、ヤクルトも村上、杉村さんが山田は聞くけど、村上は何なんだろう、はい、思えばですよ、うん、じゃあマー君で例えるとすると、マー君ってルーキーイヤーから活躍してるわけですよ、うん、それってまあでも原石というよりももともとすごかったじゃないですか、1年目から。それでもやっぱ育てる名コーチになるんですか。なんか3年ぐらいかけて高卒ピッチャーがガーンってきたら、うんうん、あー育てられたんだなって感じするんですよ。でもそしたら2軍にいなきゃいけないじゃん。でも2軍のコーチって名コーチって言われないじゃん。あ、そうですねそうだ、1軍しか言われない。だそもそも2軍のコーチ誰か知らないでしょ。はいそうですね、うん、そしたらもしかしたらもう素材が良すぎて、うん、高卒でももう1年目からルーキーでガーンって活躍しても名コーチって言われるかもしれないですね。そうだね、何もさせなかったみたいな、投げさせなかったから見守った、うん、名コーチいやもう分かんないです確かに名コーチの条件って難しいですね。だってまあ名称はよ、前は日本一とかね、うんうん、あの結果優勝っていうのを残せば名称っていうには、はい、まあ、それが一番手っ取り早いね、うん、名コーチって何なんだろう。条件難しいですね。勝手に言ってるだけかな。結構やんわりしてますね、うん、うん。そうじゃないとちょっとオリックスが名コーチって言われないのもね。そうですね、だって人によってよ、名コーチって言われたり、うん、選手の頑張りのおかげ、おいおいおいみたいなねそうですね。だから小林と一緒の運命たどるわけよ。菅野とマイコラスで抑えたら、はい、菅野とマイコラスのおかげ、それ以外で抑えられなかったら小林の責任みたいな、おいおいおいみたいなねダブルスタンダードになっちゃうじゃん、はい。そう考えたら名コーチって何なんだろうね。しかも別にじゃあどんな野球理論を持ってコーチングしてるんですかっていうこと聞かないじゃん、はい、ただまあ結果じゃんね。結果出したら名コーチいいんだったら、うん、もうそれは高山さんももう名コーチって言われてもいいよ ね、 で、 ねでも実際本当の名コーチってもしかしたら誰を育てたっていうよりは選手側からあのコーチのおかげだって言われる人なんじゃないですか。そうだね。で佐藤さんで言ったら山中さんとか、うん、そうだね、うん、でも人によって変わるじゃん。佐藤義さんにしても、はい、こっちからだけ見れたら名コーチだけど、こっちから見れたら潰されたっていう人もいるだろうし。ああそうですね。吉井さんにしてもこっち側の人は良かったっていうかもかんだけど、うん、こっち側の人は悪かった、そう、はい、俺は育たなかったっていう人もいるだろうし、はい、世の中が名コーチっていう肩書きを与えると、はい、ダメだったのはそいつのせいになるんだよ、うんじゃあまあ世の中が言うか言わないかですね。そうだね。じゃあここはまだったら統計取ろう、視聴者の皆さんに、はい、名コーチの条件を具体的にコメント欄に書いてください。具体的にふわっとやめてよ、ふわっと言うのはね、はい、あと誰が名コーチだと思うかっていうのもぜひね。ああそうだね、誰が、うん、その理由もね、うん、そう言って、はい、だからそれが結果だけの選手だけ言うと、もうそれはもうオリックスのね投手のコーチもね、うん、もうそれは言われるべきやとね、うん、今話してるうちに思ったけどね、はい、よくよく考えたらね、いいピッチャーいっぱい出てきてますからね。出てきてる出てきてる、はい、高卒でね、はい、で大卒と社会人は名コーチに入んないのかどうかも聞いてみたいね。そうですね、うんうん、ちょっと皆さんからの多数のコメントお待ちしてます、はい。